さんってさ、車で声真似してなんか言われたことあっか？お父様に、おほほほみたいな声出してた時に、ガチャンと風呂を覗かれ、あなた、そっち系に目覚めたんですか？って言われました。あ、そりゃめった。俺はもう風呂場で、うわーって出たら、父が、コックンさん、なにこんな夜中に声出しとるべ。わりな、父。コックンさん、コテッチさんが寝れねえだべ。似てる、似てる。ちょっと似てる。ビル様はどうだ？僕もな、想像の前に破壊ありと言ってたら、海王様がな、うるさーい。ちょっと似てなかったな、今の。はははははは、様か。ちょっと今似てなかったのがやばい。みんな、準備はいくか。オッケーだ。バッチグーですよ。よし、じゃみんな、女も止めて行ってみっか。今の何空気に。嘘でしょ。とんでもねえ空気だったな。さあ、ではね、ドラゴンボールのキャラクターも荒野を出会い系として使うという。ああ、俺も父芸のやつと出会い系かな。なんだ、とんでもねえ石を目撃したみてえな。ちょっとね、ビルス様頑張って拾ってあげてくださいよ。最悪だ。ビルス様頼むぞ。俺は寂しいじゃねえか。でもビル様ももうお年なんですから、そろそろね。そっか、もうじっちゃったもんな。ウィスも人のことは言いないだろう。私たくさんいますよ、ガールフレンド。え、俺見たことねえぞ。みんな顔青いですけど。そんなやつがいるんか。そうですよ、そいつは美味しそうだ。くんか、ほんと食べる気ですか。マジぞ、でっけえな。で、どこ行くんだ。どこ行きましょう。そうだな、じゃあとんでもなく強い気を感じるクワガタ行ってみっか。え、なんかクワガタみたいな形だろ。そうですかね。みんな、なんか今日は恐ろしい間が何回も生まれますね。ああ、とんでもなく怖いぞ、なんか。鳥だかすごいけどな。まあでもね、ああ、話し声がかぶるよりはカットできるんでいいんじゃないですか。そうだな。もうキャブ、頼むぞ、ビルス様。ちょっと今日ね、ビルス様がね。あ、控えめというか。ビルス様、引き受けなんか。最近、TikTok で音源を消されるからな。控えめなんだ。なんで消されんだ、あれ。悟空から始めるんだぞ、うん、下ネタを。やっ、いい、オラか。いや、でも前回は多分私ですよね。あ、ビルス様のビルス様から始まったんだ。あんち、あ、かなりちっちゃいぞ。かなりちっちゃい。ビルス様のビルス様みたいですね。僕のビルスはでっかいぞ。でかいし、オラの方がでけえ。いやいやいや、僕の方がでかい。いや、オラだ。いや、僕だ。いや、俺だ。あ、おめえだな。あ、本当だ。あ、見ろ、ほら。この辺でかくない、この辺。ほ、あ、ここか、なかなかでかいな。おう、これは立派ですね。だろう。おい、ウイスのちょ、見せろ、ウイスのちょ、どうだ。私のはこんな感じです。あー、まあまあ普通だな、やっぱウイスって感じするな。どういうことですか。やっぱウイスのサイズだ。あれどこが絞れたんだ、あれの。本当に全くね、失礼ですよね。破壊するしかないな、運営をだな。よし、みんな行くぞ。ビル様、さすがに拾わなすぎです。音源はオラが守るから。大丈夫だって。そうだ、この間ね、あのビル様と私は、あのね、悟空さんの問いかけに対しては
ビルス様が先に答えるという決まりを、ね、制定したので、私、ビルス様が反応しないと何も言えないんですよ。そうだったな。全然いいぞ、ウイスから言っても。よし。では、今日は交代しますか？そうだな。そうだな。今日、仕事の疲れが。絶対そうだよね。え、いつお休みなんですか？仕事のお休みの日。明日も仕事。次の日も。あさっては？あさっても仕事だ。そうですね。休みねえじゃん。そうなんだ。TikTok なのに休みねえじゃん。なんだこの空気は。おいおい、ちょっと待ってくれよ。ちょっとね、まったくね。皆さん、受精しますんで、行きましょうか。了解だ。ビル様、バテてるみてたかんな。今なら倒せっかもな。うわ、ナイス、ウイさん。もちろんですよ。次は、オラがやっつけっかな。やっつけ。うわぁ！あら！おウイスさん、ちょっとあなたボットじゃないんですか？一体誰に負けたんだ？あともう一人いますよ、ビルス様。どこだ？中ですよ。俺はとりあえず向こうにやつやっつけてくる。ウイスさん、やられてしまいました。うわく、くそかーく。おっ、あら、なんとも暇な展開になりましたね。ウイスさん、あんた死んだんか？いえ、展開に帰っただけですけど。あ、消えたんか。な、ビルス様。なんだ？ウイスさんがいなくなって寂しいか？全然寂しくないぞ。やっぱそうだよな。最高だ。あなたもう絶対サポートしませんからね。ああ、オラも絶対サポートしませんからね。しませんからね。ちょっとお父様、お父様、この二人がひどいこと言うんですよ。悟空さん、お、私の息子をいじめないでください。まったく失礼な方ですよ。ちょっと禅王様お呼びしましょうか。禅王様、このボタン一つで来るぞ。はい、ポチッとな。炎王じゃないか、破壊しちゃった。偉そう偉そう。偉そう。偉そうだぞ、ビルス様。ふーちゃんに消されんぞ。変なクリクリした目しやがって。あ、ウイス。どうしたんですか？この猫みたいなやつ誰？あ、野良猫なんで、消しちゃってください。えい、シュー。あー。素晴らしい。あ、鼓膜死んだ。な、敵全然いねえじゃん。一体どこ行っちまったんだ？まあ、撮影時にボットベアはぐだりますね。ああ、しょうがねえ。ボットにやられたウイス。やめてください。なんでこんなに詰まったの？ウイスさん、いや、何かね、今言い返そうとしたんですけど、まあ、しっかりと面目なかったんで、しみじみと受け入れました。残念だ。受け入れたんか。さすがは遅刻してくるだけあるな。あなたが言えたことじゃないでしょ。本当だ、ウイさん。でもね、これで皆さん一回ずつ遅刻ですよ。い、おら遅刻してねえぞ。確かに。前の撮影で悟空遅れたよな。遅れたとか、バックレた。来なかったっていう。あ、行けなかったんだ。ビルス様と私が、ずっと待っているのに、携帯に電源が入らない事件があったと思わないですか。そう、入らなかった。あれ、何分くらいいたの？1時間ぐらいか。そうだな、1時間。ゲームをやったしな。そうですね、ね、悟空さん待ちながら私たちゲームしてましたんで。なんだ、してたんが1時間もずっと待っててくれたんだ。
本当に自分から誘っちゃうって。悪いんだ。しょうがないですよ。悪い。お二人とも狙撃の音がしましたよ。大丈夫だ。キスな。どこだ。破壊してやろう。ほら、ほらがやっつけか。大丈夫だってビル様。ナイス。あ、カレーライス。オムライス。ビルスは恨んでるかあのことなんかめっちゃ歌う。なんだ眠いのか。痛い。助けて。違う、本物。本物だ。痛い。あ、ビルスさん。ロクイさん、あとは頼みましたよ。任しとけ。ビルス様とウィスさんとの尻の世界見してやるよ。一撃スタッチ食らえ。あれ、先に死んでしまって面目ないです。当たってないじゃないか。何発か当たった。もうどうするよ、はい、ナイス。オラの勝ちだな。あ、待って、岩に隠れた方がいいじゃないか。2人いるんだけど。ああ、やっつけていいもん。さよなら。神グレ、おい、やばい、決まれ。ナイスだ。うまいですね。よし、え、回った。来たぞ、来たぞ。あそこだって、おめえたち。あ、うわー、惜しかった。仕事疲れた。くそー、ブルマの相手疲れた。父親の疲れた。